性的少数者理解増進法が徹夜の調整の末修正されました。日本は思いやりにあふれた穏やかな国柄で、欧米のように同性愛が長く厳しく弾圧された歴史文化を持ちません。この問題で先行した欧米諸国では今社会の混乱分断が広がり、女性の安全や権利が脅かされたり、子どもの教育に問題が噴出。そのため例えばアメリカでは混乱にストップをかける反 LGBT が19州で成立しています。31州ではトランス女子、体は男で心は女だから女子スポーツに出場するということで、どんどん優勝していったりしている。しかしこれはダメだということが31州で決まっている。つまりこの2年間で大きく状況は変わってきています。ブレーキをかけたり見直しが進んでいる。